はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。 え、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、え、ビットコインですね、引き続きレンジ内での相場というような状況かと思います。あまりそんなに大きな動きもなくて、え、オンチェーンのデータとかっていうのもいくつか色々と見てみたんですけれども、そこでもあまり大きな変化っていうのは正直ないのかなと思っています。まあ一方で、加熱感もないというところで、こっから大きな下落っていうのも、まあそんなになかなか見込めるような状況でもないので、 ま、引き続き、ビートコンに関しては、えー、ま、下がったら買いというか、あの、ポジションを積み増したいということであれば、まあ、現状のような、バラティティが非常に低いタイミングで、えー、コツコツと買うのも、ま、一つありなのかなと思っています。で、え、やっぱりちょっと先日も申し上げた通り、ちょっと時期的に新しくお金が入ってきづらいようなタイミングである、えー、そして加えて、えー、年賞に関しては、まあ、新しい資金が入ってきやすいタイミングでもあるので、まあ、そういったところの今、準備段階というか、 状況にはあったりすするのかなと思いますでその辺りを、ま、ある程度見込んで、仕込んでおくというのも、ま、一つ手かなと思いますし、やはり2022年度に関しては、マーケットかなり、ま、いい意味でも悪い意味でもボラティティが高まってくると、市場の参加者もどんどん増えてきて、さらにいろいろなところから資金が入ってきやすくもなるので、この辺りに関しては、ま、今のうちに仕込んでいくという考え方も、ま、十分ありなんじゃないかなと思っています。 はい。一方でイーサなんですけれども、まあ、こちらの方は大きく上昇してきたものが、まあ、一つ調整をしているいうようなまあ状況かと思っています。まあ、この下げに関してあまり悲観することも正直ないかなと思っています。で、継続して、どん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 ですね、DeFi 関連の,しあのプロトコルに対して資金が入っているというようなデータも出てきているので、まあ、このあたりは、あの、この短期的な下げに惑わされずに、ポジションをしっかり積みましていきたいなというのが、今のところのお考えかなと思っています。 で、え、マーケット的にはですね、今、金融緩和がどん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 縮小していくという方向に進んでいく一方で、まだオミクロン株の方向性、今後のトレンドっていうのが正直なかなかわからないということもあるので、あまりですね、あの、そのあたりに対して予測的なことはあまり言いたくはないんですけれども、まあ、現状のマーケットの雰囲気、動きとしては、まあ、早期の利上げ、加速的な利上げっていうのを、まあ、織り込みつつあるということもあるので、まあ、ビットコインだったりとか、 まあ、イーサーですね。こういったところの非常に、まあ、リスクの高いアセットに対しての、えー、投資っていうものはですね、なかなか利上げが急速に進んでいく中で、まあ、控えられる傾向に、まあ、るとは思うので、まあ、そのあたりの動向を注視しながら見ていきたいと思います。まあ、その一方で、まあ、イーサーに関しては、NFT だったりとか、メタバースへの資金の流入っていうのが今後も継続していくということが、やはり考えられることから、仮想通貨関連だったりとか、まあ、あとは、ええー、 ビットコインと比較してということで言えば、まあ、比較的な強さっていうのは今後も、まあ、相対的な強さっていうのは今後もですね、継続して見せていくんではないのかなと思うので、まあ、このあたりのメジャーな通貨で何を買うかどこを買うかっていうふうに考えると、まあ、やっぱりイーサ m e s a r サ,ーサーはなかなかちょっと外せないようなあのトークンになってくるかなと思います。はい。まあ、他のアルトコインに関してもいくつか色々と動いてはいるんですけれども、まあ、今日はですね、そんなに全般的に仮想通貨マーケット、 激しく動いていいててるととう感じでは正直ななのかなと思っていますちょっとメタバース関連のトークンに意勢いがなくなってきている感じは若干ありますけれどもまあこのあたりはですね、まあ、ずっと上がり続けるアセットっていうのは正直ないのでまあ一旦ちょっと休止ぐらいに見ておいてもいいかなと思いますしもうメタバースから資金が流れるっていうような状況はまあないと思うのでこのあたりの値動きはそんなに気にせずに えー、興味ある方は、この辺りのポジションを積みまして見るには、いいタイミングかもしれないなと思っております。はい。で、えー、一旦ですね、ちょっと株式のマーケットの方も若干見ておいた方がいいのかなと思うので、えー、この辺りはいくつか見ておきたいと思います。こちらが DAO ですね。で、こちらが S&P で、え、こちらが NASDAQ ということで、 若干反発はしているような状況ではある一方で、2日下がって1日反発みたいな状況ではあるので、ちょっとリズム的にはよくあるパターンなんですけれども、この短期的な反発っていうのにあまりですね、あの楽観視せずに、まだまだ下落トレンドが短期的に続いている可能性があるっていうふうに見ておいた方がいいのかなと思うので、このあたりがですね、結構急速にまだまだ下落するということであると、なかなか仮想通貨の方に ま、資金が、あのー、移ってこないというか、ちょっとリスク回避の方に、まあ、移るというような、まあ、局面も出てくるのかなと、えー、正直思っているので、このあたりは、まあ、横目見ながら、えー、判断をしていく局面かなと思っています。今日も、あのー、株式マーケットが下がって、えー、仮想通貨、まあ、株式マーケットが上がって仮想通貨は、まあ、あのー、下がるみたいな一日であったので、まあ、もしかすると逆走感の今ちょっとタイミングだったりもするかもしれないので、このあたりは、まあ、一日一日、 どういうふうな資金の流れになっているかっていうのをちょっと考えながら見ていきたいかなと正直思っています。金利が原因で大きく下がったりとかすると、やはりですね、出元のそのお金の総発行数っていうところがどん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 減るというか、銀行が、中央銀行が吸収していくっていう方向になると、リスクアセットへの投資っていう観点からは、まあ、あの、なんていうんですか、あまり望ましくない環境になってくるので、まあそういった、あの、なんで下げているのか、 株式マーケットはですね、なんで下げているのかっていうところのまあ理由をまあ見ながらですね、あのそのあたりは判断をしていくというところもある程度必要かなと思うので、まあ、今は株式市場だけとか、滑塞賀市場だけとかっていうふうに見るんではなくて、マクロの環境をまあ,ある程度理解しながら投資をしていくというところで大きな流れはつかめていけるんではないのかなと思うので、継続してこのような形で投資を続けていきたいと思います。いずれにせよですね、僕の個人的な見解としては、 まだまだリスクマーケットへの資金の、えー、なんていうんですかね、あの、大量の、まあ、ジャブジャブな状況っていうのは継続して続いていくと思っているので、まあ、しばらくの間、今ちょっと短期的に株式も含めて下がってますが、このような形のその上昇相場っていうのは、まだまだ続いていくんではないのかなと思っております。はい。ということで、えー、まあ、ここからですね、皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、もしこのチャンネルのサポートいただけますよということであれば、 えチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、え早速こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、スクエアが名前を変えました。スクエアっていうのはジャック・ドーシーが CEO を務めているフィンテックの会社なんですけれども、まあ、今後はですね、より仮想通貨だったりとか、まあ、あのブロックチェーンのテクノロジーを組み合わせていくような会社に今後なっていくというところの意味も込めて、 スクエアをブロ,ックあのブロックというふうに名前を変えました。で、ロゴも変わっていて、今回あのツイッターでも発表していたんですが、まあ、こんな感じにまあなっていると。まあ、正直これがどういうふうにあの彼らの戦略として、えー、組み入れられていくのかっていうのが分からないんですけれども、まあ、今後はどのような動きっていうのを見せていくのかっていうのはあの非常に注目して見ていきたいなと思います。まあ、結構やっぱりメタバースだったりとかっていうところを強く意識して、 え、この今見せているムービーっていうのも作られてはいるので、今後どん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 メタバースだったりとかの世界に入っていく一つの、まあ、戦略というかブランディングっていう観点でやっていると思うので、まあ、注目していきたいかなと思っています。新、まあ、しいですね、あの株価という観点からちょっとタイミング的にもあの悪かったかもしれませんが、6%ぐらい今下落してるんですよね。 まあこれは端的に今マーケット、株式マーケットが落ちているからってことで下落しているんじゃないかなと僕は思っているんですけれどもまあその記事の書かれ方的にあの名前を変えたから6%落ちたみたいな感じになっているんで、まあ、ちょっとあのマーケットとして会議的に見ている部分っていうのは、まあ、こういった記事の何、えー、て言うんですかね切り口を見ても、えー、思っているのかなっていうのは少し感じてはいますはい、えー、次のニュース行ってみたいと思います はい、こちら Facebook がですね、これまで仮想通貨に関連したニュースだったりとか広告のですね、配信を禁止、Facebook 上で禁止していたんですけれども、この禁止事項というのを取り除きますということが発表されていました。なのでまあ、Facebook というかメタとしては、今後どん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 メタバースだったりとか、まあ、NFT というところをですね、プッシュしていきたいというような今環境というか戦略をとっていくんですけれども、まあこういったところの まあ影響というかですねあの戦略を反映をして Facebook 内のプラットフォームで広告だったりとかっていうのを打つのを解禁しますとで恐らくこれは他のプラットフォームメタがメタグループが持っている他のプラットフォームインスタグラムとかでも、まあ、同じように解禁されていくんではないのかなと思うので、まあ、これをですね解禁したことによってどのようにこの、まあ、広告とかっていうのが フェイスブック内で使われるかっていうのはちょっと興味深いので今後はちょっとォロしていきたいなと思っていますあとはこれを受けて他のプラットフォーム例えばグーグルとかがこの仮想通貨関連の広告を禁止解禁するのかみたいなところも含めてやっぱり気にしていきたいなと思っていてこの辺りの広告の禁止っていうのが解禁されていくことがもしグーグルとかで起こればさらにメタバースだったりとか NFT の興味注目だったりっていうところが非常に 高まっていいくと思いますし、まああとはさらに、えー、Facebook だったりとかその広告業界の何て言うんですかレベニューの、まあ、総数みたいなのもどん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 増えていくと思うのでまあこれは結構面白いと取り組みかなと思ってますその例えば Google がじゃあ同じようなポリシーでずっと続けるという風になれば Facebook の方にメタバースだったりとか NFT の関連広告っていうのが、まあ、ある意味独占的に流れ込むというところもあるのでこの辺りは、まあ、そういったところのシェアを狙いに来る Google が 出ててくるのかかかどうかっていうとといいころはは非常に注目かなと思ってます、はい、次のニュースなんですけれども、まあ、今の Facebook メタバースのいろいろここ最近の動きっていうのが、まあ、もちろん注目されているわけなんですけれども Facebook がですねどん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 そのメタバースだったりとかっていうところに対して入ってくる、まあ、こういった行いをすることによってこれまで、まあ、いわゆるオープンなコミュニティだったメタバースっていうところはですね例えばその一つのプラットフォームだけで 何か完結するんじゃなくて、このプラットフォームだったりとか、アプリの、あの、なんていうんですか、互換性っていうのを保って、これまで開発をしてきたんだけれども、まあ、そういったものを、ある意味ちょっと、まあ、破壊するじゃないんですけれども、まあ、Facebook 独占の、えー、何かしらの、まあ、仕組みっていうものを作って、他のプラットフォームで使えなくすることによって、まあ、ある意味独占的な地位を Facebook メタが まあ気づいていくんじゃないかみたいな懸念っていうのが、まあ、今マーケットでは少し持たれているとやっぱりこの仮想通貨だったりとか、まあ、ある意味メタバース NFT だったりとかの、えーまあ、ある意味初期から取り組んでいるメンバーというか人たちに関してはやっぱりその既存のシステムだったりとか既存のある意味その支配みたいなところから逃れるっていうような側面もやっぱりあったと思うんですよねこういったところに仮想通貨に取り組む人たちっていうのはで、えー、その中で 例えば今の GAFAM というふうに言われるような企業がどん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 巨大な資金をですね持ち込んで、ままね、ある意味侵食みたいな感じしてくることによってそういった自由な風土や文化みたいなものがなくなっていくというところも一つやっぱり懸念だと思いますし逆にそういったメイン今までそのメタバースだったりとかの,あの市場の中でメインストリームだったそういった思想というのがなくなっていって廃れていって またあこれはですね本当に将来あのどういうふうになっていくかっていうのは分かりませんけれども、えー、まあ資本を持っているところがどうするかっていうところの大きな影響がある一方で今やはりこの NFT が流行っているとか、まあ、あとはまあビットコインとか仮想通貨も含めてそうですけれども、まあ、個人がですね、まあ、いろいろ発信できるようになったりとか、まあ、そういったところの え、コミュニティを形成して、えー、まあ進んでいくっていうところもあるので、このあたりは個人対企業の、まあある意味戦いだったりとかっていうような側面もあるのかなと思うので、このあたりの動きはですね、今後も注目していきたいと思いますし、まああとは Facebook だったりメタがですね、どのように開発を今後進めていくのか、自分たちだけの、まあある意味プラットフォームでしか使えないような形で開発を進めていくのか、もしくはそうではなくて、まあこのメタバースっていうところの まあある意味全体の,あの成長、発展だったりとかから教授、自分たちの利益を共授するっていうようなあの考え方であれば、もっとオープンな形で開発が進むでしょうし、このあたりについて、まあ引き続き注目をしていきたいと思います。あとはですね、最後にちょっとまだまだ、えー、オミクロン関係のニュースというのが非常に注目をされているので、いくつかカバーをしていきたいと思うんですけれども、このオミクロンに関しては、まあ、思った以上に、まあ長い間、今もうすでに 非常に、まあ、ある意味、その蔓延みたいな形をしていて、感染っていうのが確認されてないだけで、かなり広い国だったりとか地域で、感染者っていうのが実際は出てるんじゃないかっていうようなことが、まあ、エキスパートのことからコメントとして出ていましたと。で、これはですね、まあ、アメリカだったりとかいろんな国々で、まあ、感染確認っていうのがされてますけれども、まあ、これまで南アフリカに対して渡航歴がある方が結構感染者多かったんですが、もう今の状況としては、 渡航歴がなくても感染し始めている人が結構出てきていると。で、そのようなことを考えると、まあ、かなり長く、まあ、市場というか、あのもう、例えば南アメリカだったり、北アメリカだったりとか、その南アフリカから非常に遠いところでも感染確認というのができているので、えー、非常にまあ幅広い人たちがウイルスも持っているんじゃないかというのまあ懸念が一つ出ていると。で、もう一方でなんですけれども、今後、このオミクロンが世界に どん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 感染拡大していくにあたって、まあ、今非常にマーケットとしてはもちろんちょっと心配っていうのはしている一方でどこまで本当に感染拡大して大きくなっていくのかっていうのはまだ、まあ、あまり想像ができてない状況かと思うんですがこれがですね、まあ、3ヶ月から6ヶ月後半年以内ぐらいには世界中をあ,の、まあ、ある意味不正、まあ、圧じゃないですけども世界中のコロナ感染っていうものがのまあ大部分が オミクロンににななっててくるんじゃいいいかという,ふうに言われていますでやっぱりここで気になるのが、ワクチンの開発ってでも、今後3ヶ月ぐらいでできるんじゃなかったっけっていうようなことが、頭にも一つ浮かぶと思うんですけれども、まあ、実際ですね、このオミクロンに対してのワクチンを開発をしますと。で、じゃあそれを接種しましょうというふうになると、やはりある程度時間がかかるというところと、まあ、あとはですね、 あのその開発が本当にそんなに順調に進むかっていうところもまだまだ懐疑的かなというふうに見ている方もいらっしゃるそうですで実際にまだ今回のオミクロン株に対して現在の既存のワクチンが有効かどうかっていうところも正直わからない中での今こういった発言ではあるので結構いろんなエキスパートの方たちがいろいろと言ってはいるものの実際にわからないところっていうのは非常にたくさんあると思うんですよね。 で、今のところ何が信じられるかっていう、信じられるかというか信憑性が高いかっていうふうに言われているかというと、まあやはり弱毒性はまだまだそんなに強くないんじゃないかっていうところの、まあポイントぐらいなのかなと正直思っています。なのでまあだからコロナ大丈夫だよねとかっていうわけではないんですけれども、まあ今実際に現地の肌感覚としてそういったコメントが多いのかなっていうのは、まあ一つ安心材料というよりも、あの、まあ どちらかというと、その弱毒化ということを今そっちの経路にコロナっていうのは向かっていっているのかなと。そう考えるとリスクアセットに対して資金が継続して的に今後も入っていくっていうのはおかしくない展開かなと思うので僕自身はリスクアセット、特に株だったり仮想通貨に対しての投資っていうのは継続して行っていきたいなと思っております。 はいまあ、この辺りはです、ね、正直まだまだ分からないところもあるので、えー、ニュースが出てき次第です、ね、皆さんにお伝えをしていきたいと思っておりますのでぜひご興味ある方はこのチャンネル登録して動画を待っていただければと思っております。はいてことで、えー、今日はです、ね、あまり動きのない一日だったと思うんですけれども年末に向かってもしくは年始に向かっていくとボラティティが非常に高まりやすいマーケットの参加者が非常に薄い でかつ、そのぐらいのタイミングでオミクロン関係のニュースというのが結構出てきやすいタイミングでもあると思うのでマーケットがまあ荒れる状況になっていくとは思いますが、まあ、そのあたりに対しての準備だったりとか、まあ、心持ちの準備も含めてですねあの何かしら取れるような、えー、今状,況には状態にはしておきたいなと思うので、まあ、何かしら。あのー まあ僕自身も取った行動というか、あの準備していく過程の中で皆さんにもいろいろとお伝えというかシェアできればいいなと思っております。はい。ってことで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。